じゃあ今から10歳になってエペックスしよう。深夜4時10分に。そう。頭おかしいかな。西はまあ確実にすっ飛んでる。10歳とか俺がチョコットランドで寝かましてた時やん。最悪。10歳の時点で最低。俺の当時の半あの名前これ。うわお前10歳でね、カマはやばいって。さすがにやりすぎ。左右に記号がついてるあたり小学生っぽいわ。お前やっとるわ。違うねん。何？俺その時までは普通にプレイしてたけど、うん、チョコットランドで詐欺られたねん。うん、装備が全部なくなった。悲しい。なんか今持ってる装備を鑑定して、うん、僕を満足させてくれたら、うん、いいものあげますよみたいな感じをして、いいものあげますみたいな部屋があって、その部屋入ってその装備をね自慢しに行ったんだよね。で見せるときにトレードとかじゃなくて、その地面にドロップしてくださいみたいな。あね、うん、そう、地面にドロップさせてくださいって言って、でその地面にドロップして見せたら、ちょっと見えないから、うん、もうちょっと離れてって言われて、うん、離れたんだよ、うん、離れたらチートツール使われて、一気に地面に落ちてるアイテム全て回収されて、うん、その場で速攻で逃げられて、それでもうレベルだけ上がった裸の選手がそこに誕生した。泣いた？泣いた、リアルで泣いた。かわいい。でその1時間後くらいに装備恵んでくださいっていう、うん、部屋建ててずっといたんだけど、うん、全然誰も恵んでくんなくて、男でしょう、ね、キャラで、うん、でも女キャラで女の子の名前で言ったらめちゃくちゃ来た。課金とかめっちゃくれたからね。こういうので世の中壊れてくるね。可愛い小学生のお前だろ。うん、悲しくなったよ。なんか悲しくなってきちゃった。ちょっと心当たりに、心当たりがあるから、そういう部屋に。かわいそう。まさかお前だったのか。装備ありがとうね。許せねえよ。俺それだとチート使ってたことになるから。確かに。最低だな。ギリルチート使ってたってマジかよ。